青木小学校は、長野県小佐型郡青木村大浅田沢にある村立小学校。通学は青木村全域であり、山間部に住んでいるなどで、村営バスを利用して通学してくる生徒もいる。平成17年度には、長野県教育委員会より、古問図支援金を活用したお年寄りとの触れ合い事業が実施された。 2009年7月には、勝部町立小林小学校、勝部町立香山小学校の小学校6年生との交流を深めた。本校の児童による勝部町への訪問も予定されていたが、新型インフルエンザの流行により取りやめとなった。1886年に、青木学校本校、下奈良本文校、入奈良発出所、入田派発出所、 中教文教書が設置され、1889年には、小学校令が施行されたのに伴い、青木尋上小学校に改称。翌年には、下奈良本文校を下奈良本文教場に、入田八発出書を入れた文教場にそれぞれ改称した。その後1895年に、青木尋上小学校に高等科を併地したのに、伴い、青木高等尋常小学校に改称し、 1941年に国民学校令が施行されたのに伴い、青木国民学校に改称した。第二次世界大戦終戦後の1947年に学生改革が行われ、それにより、青木村立青木小学校に改称した。1961年に青木小学校のすべての文校が本校に統合され、文校は廃止された。青木村には中学校が、 青木中学校一つしかないため、ほぼ全員が青木村立青木中学校に進学することになっている。ありがとうございます。